仕方なくなんだから。あんたのことなんて何とも思ってないのよ。私に触れることが事故なの。そう、不幸なの。あんたの考え、分かっちゃった。ココアさんにばっかり、ずるいです。さっさとどけ！足を引っ張るんじゃないぞ。ほら、ココア、みんなに挨拶して。みんなが入ってくれって言うから。仕方なくなんだからね。セーブ、上書き、セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブ。ロードする、ロード中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。ロードが終わ。女の子に恥をかかせちゃいけません。ケツ、何やってんのよ。本当に事故なのかしら。
ジュース買ってくるから。終わったら教えてちょうだい。もう終わったかしら。ええ、ご迷惑をおかけしました。さ、それじゃあこれからお姉ちゃんたちに謝ろうと思うんだけど、ついてきてくれる？ココアさん、あなたのおかげで謝れる自信がついたわ。別に一人でもできるんだけど、あなたがどうしてもっていうのは。あんたはここにいろ。足を引っ張るんじゃないぞ。ほら、ココア、みんなに挨拶して。みんなが入ってくれって言うから。仕方なくなんだからね。バンド名を考えてるんだけど、なかなかこれといったのが浮かばないんだ。やっぱ黒のクルムと土なしずにしない？いい加減土から離れるです。私が言おうと思ってたのに。何でもいいからさっさと決めなさいよ。いい匂い。やめてよお姉ちゃん、プライドないの？だって我慢できないんだもん。
ちょっとモカ何やってんのよ。にゃん。ぐっ。的をずらすな。かわいそうなことになったじゃないか。私にも当たってるんですけど。私はかわいそうじゃないのかしら。弾みだ、気にするな。元はといえばモカが原因だろう。ちょっとあなた詫びの一つもないのかしら。ねえ、うるさいわね。止めて相手してあげる。夜でちゅう。そんなに気を落とさないでください。一生実家に帰れないわけではないんですから。レンは家が恋しくないのか。三食昼寝付きのあの環境が。実家に置いてきた同人誌、絶対にお母さん捨てるよな。なんであんなに理解がないんだろう。私たちを追い出したお母さん、正解だったかも。よし、さっさとお母さんの課題を片付けて実家に帰ろう。え、今夜からやるんですか。着いたばかりなんだから明日からにしましょう。そんな弱気でどうすんだよ。そうだ、ここの男子生徒全員魅了して私たちのしもべにしなきゃいけないんだぞ。そう、それがお母さんからの課題でしたよね。でも私たちの無限用じゃ。大丈夫だって、私たちの成長を見せてやろう。毎日くっちゃねで成長したのかしら。レン、お姉ちゃん命令。わかりました。
ここまでをセーブするでちゅ。セーブするブロックを選ぶでちゅ。セーブ中でちゅ。電源を切ったりしちゃダメでちゅ。セーブがセーブする上書きするでちゅ。セーブ中でちゅ。電源を切ったりしちゃダメでちゅ。セーブが終わったでちゅ。セーブす。あっちゅう間に次の日でちゅー。